テオドール・ブランク新設ドイツ連邦軍の将兵、任命式で演説する、ブランク・テオドール・アントン・ブランクは、ドイツの政治家。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟。日ドイツの再軍備を準備する通称、ブランク局の長を務め、再軍備後は1955年から1957年まで、国防省を、 1957年から1965年まで、労働、社会秩序省を務めた。十人兄弟の3番目の息子として、エルツに生まれる。父親は大工であった。カトリックの洗礼を受ける。一家は1913年にボーフムダールハウゼンに引っ越した。1919年に国民学校を卒業後。 1923年まで、鋳型職人の修行を積み、ついで夜勤工の修行をした。1929年まで、石材加工工場に勤務した。1929年から1933年まで、キリスト教工場、輸送労働者中央同盟で事務員を務めた。1930年には、野学で中等教育修了資格を取得している。 ナチ党によりキリスト教系労働組合が禁止されると1934年から1935年まで失業していた。東プロイセンのブラウンスベルクの司教座の学校に入り、アビトゥアのための勉強をして1935年にエッセンのギムナジウムで外部受験をして合格した。ミュンスター大学で数学と物理学を ハノーファー高等専門学校で工学を学び、デッサウのユンカース航空機、自動車工場に技師として勤務した。1938年から1939年まで、ドルトムントの行動建設会社に勤務。同年結婚した。1939年から兵士として、第二次世界大戦に従軍したが、技師としての任務についていた。最終階級は、 予備役注意。終戦後、ドイツ労働組合連盟の共同設立者の一人になった。1945年から1950年まで工業労働組合執行部に属していた。またドルトムントにキリスト教民主主義労働組合を設立した。1945年にドイツキリスト教民主同盟ベストファーレン支部の設立に関わる。 同年12月、ドルトムント市議会議員に選出される。1946年10月、ノルトベストファーレン州議会議員に任命される。翌年4月の選挙でも選出され、1949年まで議員を務めた。また1947年から1949年まで、バイゾーンの経済委員を務め、社会市場主義経済導入を強く主張した。 1949年、第1回ドイツ連邦議会選挙で当選し、病気のために辞職した1972年まで、議席を維持した。パリを訪問したブランク。中央は、ハンス・シュパイデル1950年10月、コンラート・アデナウアー首相より、連合軍関連問題特別担当に任命された。首相特別担当官として同年。 ブランク局が設置され、将来の西ドイツの再軍備を準備することになった。ブランク局は大きな批判を受けた。ブランク局は、迷彩や戦闘服、作業服の研究も行い、また多様と軍用車 DKW ムンガの開発にも責任を負っていた。再軍備に対する批判の声が高まる中、ブランクへの個人攻撃も激化した。 1954年11月24日に、ブランクがアウクスブルクでのキリスト教社会同盟の選挙運動で演説した際、聴衆の中にいた700人以上の抗議者のブーイングのために、最初の挨拶の後25分も話すことができなかった。警察が介入して、ブランクを外に誘導した際、投げつけられた。 大量のワイングラスの破片で右方を負傷し、また戦争で障害を負った兵士が振り上げた松葉杖に当たった。1955年6月、西ドイツ再軍備に伴いブランクは初代国防省に任命された。しかし、翌年10月に辞任した。1957年の連邦議会選挙後、ブランクは第三次アデナウー内閣の労働。 社会秩序省に任命され、第一次、ルートビヒアハルト内閣までその職にあった。1965年の連邦議会選挙後に内閣を離れた。1956年から57年まで党、議員団執行部補佐を務め、1965年から1969年まで、連邦議会党議員団副団長を務めた。 1952年には34人の同僚議員と共に小選挙区制導入法案を提出し、連立を揺るがせた。また1957年のフォルクスワーゲンシャミニエーカ、法案を実現させた一人でもあった。1972年4月に連邦議会議員を辞任した際はすでに重篤であり、翌月にボンで死去した。ありがとうございます。